さあ、皆さん、こんにちは、こんばんは、しらもす。そらジェポニエリカ第99回。ついに99回です。ようやったな、俺。<laughs> 失踪してた頃もあったりしましたけど。なんと99回です。たぶんこれをね、あの、たぶん100回でも言ってます。ついに100回ですね、すごいっすねー言うて言ってると思います。はい。まあ、だからといって別に内容が変わるわけでもないんでね。はい、やっていきましょう。今回は、ついにね、なんか最近めっちゃ寒いじゃないですか。なんで僕、ストーブつけました。あの、石油のストーブ。 めっちゃあったかいね。あの、電気ストーブと火にならんぐらいあったかいわ。うん。電気ストーブね、つけてると、電気ストーブ最初つけてたんですけど、僕、1本でやってたんですよ、1本で。あの3本とかあるじゃないですか。あのうち1本でやってたんですけど、あのー、全然あったかくならなくて、ちょ母がね、僕がつけたんじゃないですけど、母が石油ストーブを入れ出したんで、その恩恵に乗っ取ってね、あったけーっつってます。はい、だからそんなわけで、 今日の雑談は、これはオープニングテーマで特に関係ないんですけど、今日のね、話したいことはね、ちょっと配信でも言ったんですけど、筋肉痛がすごくて僕、めちゃめちゃ筋肉痛になったんですよ。で、えっと、まあ、ひと、あの、か、どこがなったかというと、肩と、この横腹っていうんですか、の筋肉痛になりまして、で、肩の筋肉痛が発生したんです火曜日なんですよ。で、 横腹の筋肉痛が発生したのが木曜日なんですよね。で、何をしたかって考えたら、げあの、火曜日なんで、一応月曜日に僕、なんかすごい重たい荷物ちょっと運ばされてるお仕事で。それで、月曜日からの、まあ、火曜日の、筋肉痛はわかるんですよ。で、ね、あの、水曜からも、水曜日にね、何したかっていうと、僕、TikTok で、 最近流行ってるダンス。最近流行ってるかどうか分かんないですけど、ちょっと前に流行ってたダンスをね。なんかテンションぶち上がりして踊ってたんですよ、僕。<laughs> ぶち上がって踊ってたら、あの、腹,腹痛というか、お腹の筋肉使ったみたいで、普段使わないみたいでね。なんかめちゃめちゃ腹筋だなって。横腹がね、もう、こう、伸ばす先でいててててってなってね。普段自分め、全然運動せえへんねんなって思ったんですよ。 で、TikTok でダンスしてる子たちって、まあ、結構若い子たち多いんでね。で、僕、別にこんな若い子たちが踊れるなら、まあ、僕余裕で踊れる人って踊れたんすよ。踊ってちょちって踊ってたら、筋肉痛になって、あ、これ踊ってる子たち若いけど、そこら辺の筋肉踊ってるせいで使ってんねんなって思って。あれ、TikTok のさ、ダンス踊ってたらダイエットせえへんかな。無理かな。 あの、最近ショート動画とか見ても、こうずっと踊ってるやつ出てくるんですよね。まあ、素人さんかプロにかけて。あ、多分ね、マジで踊ってる人たちね、相当筋肉すごいっすよ。体幹とか。だからね、あの、多分素人でも、こう、毎回毎回こう踊ってるの見たら、あ、この人たち多分、いや、十中白定が100%ちゃんと筋肉つけてんねやろなって思って。多分、無意識のうちに、普段踊ってるせいで、 何も考えてないんやろうけど、ふ、普段踊ってるせいで、多分ね、勝手に筋肉使われて、あの、ダイエットになるっていうことを知りまして。これから TikTok 俺やろうかな。<laughs> ダイエット目的で TikTok やろうかな。毎日一本ずつこう上げていったら、なんか野戦じゃね診 <laughs> 療法、TikTok ダイエット。結構よくね。うん。個人的にいいと思うねぎゃ、本出そうかな。 まあ僕が普段本当に運動しないっていうのはあるんですけど、それはあるんですけど、なもの、全然、てか TikTok にそもそもダイエットコンテンツってあるんかな僕 TikTok 入れてないんで、TikTok ってほんまににくいな。TikTok やったら言いやすいんだけど。TikTok 入れてないんでね、なんか最近の流行りとか本当わかんないんですよね。だからよく YouTube でも、カラオケで友達と行こうって言われた時に僕最近の曲あんま知らないんで,で、ね 女の子と行こうとか言われた時に、あの、陽キャの女の子とね、行こうって言われた時に、あの、君は完璧で究極のアイドルって歌えないんだよ、さすがに。さすがに歌えないんで、なんかちょっとね、あの、おしゃれな曲でも歌おうって思って調べるとね、だいたいなんかそのまとめみたいなやつ出てくるんですけどね、知らん曲多いね。うん。とか知っててもなんかちょっと前だったりとか、ラジンのようにとか、あの、あと、 なんだっけ水平線が光るあさにとか、ドライフ裏は見たいとかね。なんかそれ、飽きてるよなっていうようなやつが多くて。最近のね、あの流行りで僕が唯一知ってるもんって言ったらあの、北に、達也さんやったっけ。呪術廻戦の。今でも青は住んでいるとか、あと呪術廻戦のキングヌードあのー、 あ m ら o、so、fast,、sir. みたいな <laughs>。全然知らんない。全然知らんけど、そんなやつあったやん。今の新宿、渋谷事変のオープニングとか、俺、事実回生ばっかり言ってんな。じゃあ、他にもあるんすけど、その辺を興味持って聞くせいでさ、あとあれカナブーンの、努力ミライザ・ビューティフォースターじゃなくて、何やったっけ努力ミライザ・ビューティフォースターじゃないね。 なったっけダンシュンダンシュンローレンローレンローレンローマンラーや。ああいとかね。ちゃちゃ筋肉痛になった気にそれなんですよ。ダンシュンダンシュンローレンローレンローレンローマラってあの、ゾンビになるまでにやりたい100のことっていうのが、アニメがありまして、僕見たことないんですけど、見たいなって思いながら見れなかったんですけど、ちょっとね、漫画を、 原作はね、漫画なんですよ。で、あのー、あれじゃないですか、コミックシーモアとか。あの辺に載ってたやつで。で、たまにこう、ツイッターとかはね、広告で流れてきたんですよ。で、それでこれ面白そうやなと思ってマークしてたんですけど、なんかもうね、僕、高校生になってからね、で大学になってからかな、アニメ見るってことをほんとしなくなって、あれなんですよ。わかんないんですよね。で、なんか、 適当にパパーッて調べてたら結構そのゾーン100のアニメの、ね、色のタッチが僕は好きで結構なんかカラフルな蛍光色の色を使ってるなーって感じがしてあこれいいなって思ってこう見てたんですよでそれでこうオープニングはかなぶんってのをしてエンディングちょっと知らないんですけどまだ見てないんですけどそれで見ててあこれかなぶんさんなんやと思って聞いとったらめちゃめちゃハマってやっぱハマってもうだみたいなどうしようって ってなりましたねそのせいでそれで調子乗って踊ってたら <laughs> あの気、ー、にくなりました <laughs> 違うなまあ何でもいいや、まあ、とりあえずそんな感じです最近はなんであの皆さん TikTok で踊りましょう <laughs> TikTok で別に動画は出さんでもいいから TikTok の で、流行っている最近曲を、マジで踊ってみて。マジで。真剣に。あの、ゾーン100のダンスでもいいから踊ってみて。マジで。あ結構な、なんか5分ぐらい踊るだけで楽しく踊れるし、あの、筋肉痛になるしっていう。でも、つまりこれ、運動してるってことだよな。つまり痩せてるってことってなるんで、ちょっと皆さん TikTok 入れましょう。僕入れてないんですけど、YouTube でもね、それ見とったら出てくるんですけど、YouTube はね、 TikTok もそうか。あの、踊り出したらね、その曲の踊りばっか出てくるんでいや、そうじゃないみたいな感じなんですよね。いろんな、こう、ダンス見たいんで。そこを考えると踊り手さんってすごいですね。あの、曲に合わせて踊ってる方々いますけど、あの人たち多分ジャニーズ並みに筋トレしてるんでしょうね。こう、何々、爆食い企画とかやってますけど。多分そんなんと日にならんぐらい、あの、運動してはるんでしょうね。 トレーニングというか。まあ、あ基本ダンスしとったら筋肉使うか。ちょ、俺踊り手に転職しようかな。<laughs> ドラクエじゃあるまいし。でも俺ダンサーなのかな、ダンスさいいな、ダンスさ歌とか作詞作曲できる人と、ダンスできる人と俺、絵描ける人俺羨ましいなって思ってて。あの、自己表現ができるじゃないですか。かそれはすごいなって思って。僕ね、自己表現本当できない人間なんで、 お前配信ってしてるやんけって言われたらそれまでなんですけどなんかこう自分の思ってることをこうそれ何か媒体でこう出せるのってすごく素晴らしいことじゃないですか僕結構そういうの好きなんで S さんとかってこう自分がこれ書きてえって思ってさ想像したやつをバって書いてるイメージがあってそんなことないと思うんですよウユ曲折だっていろいろ頑張ってらっしゃる明日だと思うんですけどでもねそういうの見ると ああ、いいなあって、俺もこういうなんか自由に、でも遠回しに表現したいなーって思ったりしますね。はいだから僕に、絵を描かせてくださいお願いしますじゃあ、ほんとへえ、なんですよ。絵だっけね、小学生の方がうまかったんちゃうかって思いますね。はい昔、自由蝶みたいなやつにね、と僕、ドラクエハマっとったんで、ドラクエでこういう職業あったら僕、こういうやつでこういう仲間作りたいってあの、二次創作じゃないですけど、ゼロからこうね、いろんなキャラ作ってたんですよ。やけどね。 そんな自由帳はもうどこへ行ったんだよな。本当に昔の方がええかったです。悲しいです。はい。そんなわけで、ラジボイ第99回終わります。第100回は、あのー、別に名もないです。はい。ゲストを呼ぶことも多分ないと思います。お疲れでした。